方鈴木誠也さん、ボールを取られてギャン泣き。やった！相変わらずで草。壊れてるやないか。表情だけで会話してそう。英語なんてなくてボディランゲージで英和と豪語していっただけある。赤ちゃんみたいで可愛い。こいついっつも泣いてんな。去年は日本に帰りたいとか言ってたのに馴染んできてるじゃん。帰りの車運転しながら一人で毎日ガチ泣きしてそう。ボールの奪い方がエトやん。ガチなのかネタなのか。真面目で悩んでるキャラとしてチームメイトに心配されてるのが今の聖夜。聖夜が下位打線になるってメジャー魔強すぎるだろ。筒香が通用線のやったら聖夜も無理やろ。筒香なら取られたボールをずっと無言で見てるんやろな。ピエロも裏では泣いている。